Alright, you guys, what is up? We're back. We're picking up where we last left off. There was a little bit left in the Chapter 73 part of the map, so we'll get that taken care of, and then we'll hopefully be able to move on without having to redo anything. さすがに太陽の者たち人間界が来ているな。レイヤハラを一気に飛んできたのだから当たり前か。大将殿、小中将取りましょう。確かにこのままじゃノーバル城に辿り着いても戦いないやつが続出しそうだ。だが通る者もとりあえず退屈してきたから食い物も水もねえぞ。パンとベーコンと水菜は皆さんの分もご用意があります。おお、でかしたぞ。しかし一体どこで調達した？東の砦の厨房にいた料理人が持たせてくれました。何？人間が？俺たち料理人は腹が減ってるやつに飯を食わせるのが仕事なの。妖精の口に合うかは分からないけど持っていきなと。敵に送られた塩でも舐めたい夫婦だ。 Come on, boys, you can do it. Survive. Kakatikoya! Oh yeah, you can rock with multiples. I forgot about that. I was like, I don't know if it'll work. Kakatikoya! いいだ。よし、センバ。どうだ。見ろ。この世界の皆さんが大物になったぞ。みんな大物ぞ、ゴムジで。ノーバラ城の方で。
不穏な動きがあると聞いても、ここにあるものなら何でも持ってってください。恩に着るぞお前たち。水の妖精たち。おお、あちこちあった傷が、喉の渇きも癒えていく。ありがたい。ああ、言われずとも分かってる。必ず姫様を助けてみせるさ。That's my response.Good to know we have some, at least. Another battle, damn. Okay. I mean, I think we'll have to use the retry to get him, without a doubt, so. Let's see how this goes.地面のあちこちにキャタピクスの木もめちゃくちゃになっちまってるんだぞ。まさか金の袋とこの絵体がここでぶつかったのか。宇宙殿、西の方向に誰か。というよりは天井の先に戻ったこの絵か。おい、しっかりしろ。他のものはどうした。みんな、鉄のからくりと夜明けの騎士に残ったこの衛兵とマレノワ様は野原城に。俺たちの下からはもう大丈夫だ。ゆっくり休める。夜の祝福を耐える。あれは竜の塔、東の砦で撃たれたはずでは。大将殿、あなたがさっさと片付けるぞ。野原城はもうすぐそこだ。 Get on boys.You can do it. Why am I even seeing your hand? So no tail. Good. 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 Good.本気を出すか。勝者戦だ。くらえ。遊んでやる。いなしはせん。楽しそうだな。見せて。しぶとい。遊んでやる。本気か。まだまだ。It's no matter what, I suppose. I don't know.よんなし。勝者千番。大したことねえな。24,000. What do we got for these guys? If anything.
what can we do? Sabek. No, it's definitely time to do the retry ticket, I suppose. This? Yes. This one, this one, this one. Do that. First time using one, but we had to. Alright, that's good. Lilia. Grim. Malleus. Silver and Set. Where are you, boy? There we go.4 seconds, I would wait for it to refill. Or 10 gems, now we'll just wait. What we got here? Hell marks, no. Minor damage boost, that's fine. Something seconds, so let's see. Ah, there we go, perfect. Arega no Obara Jo. Nanto utsukushii shiro da. Sebek. Kitsu yoru ni yatsu. Eno kyodai na fusaki ki ya tousaki ki shiro tori. Nanto yukata.城の周辺どこか。銀の袋目。まさか他の国からも。それほどまでに茨城の国の資源が欲しいと見える。金で雇われた傭兵かもしれねえな。よく生まれることもかつ。これだけ近づけば転移魔法を使って移動をしても不可。ノーラ城の中に入ったとして国民城からの応援を待つ。いや、たとえ助けが来たとしてもこの状況で焼け死に見つかろう。そんな、どうにかしてマレロン様と浜だけでもあの城から助け出せると。国民城を守るエルフをあの山までたどり着けば
地の利と大地中の放火まれば俺たちの味方をするはずだ。東の鳥たちに行為は熱い。どうやって切り抜けるつもりですか？空間転移魔法は使えない。卵の安全が保証できない飛行術の脱出も魔法使いと弓の餌食になると野原城には古い地下水路がある。確かマエレマン様は暗いな地面地にしておよつを安全に運ぶには、まずあのお姫様に撤退を支援して受け入れてもらう。奴らが騒ぎ出したぞ。見ろ、城の前にある石の上になんかピカピカしてる。大将殿、あれは火山より、火の光のように火の光、間違いない夜明けの騎士。Okay, I thought it was a battle. I was like, we did it though, we did it. Took a while, but we made it. Alright, chapter 74, let's do it. Alena, Bandujo's strength. どうしたシルバー？わからない。急にシルバー、おめえ服の中がまた光ってるんだぞ。夕日が光ってる。不思議な魔力を感じる。何なんだその指輪は。わからない。親父と俺の両親も。籠城する妖精どもよ、我が金の袋の花が見渡す限り揺れているのも見えてきたならもはや孤立無縁。魔法で声を覚醒しているのか、なんと想像し。これ夜明けの騎士の声か。いや違う、しゃべってるのはその隣にいる男だ。ただ見ていてでかい体だ、油切った下品な声。あいつは我こそは金の袋が主領、ヘンリク・イシュトパーン。我々は幾度となく茨の国に対して貴様らはそれを踏みにじった。なんという無礼、なんという傲慢。温厚な我々にも我慢の限界というもの、すでに刀の余地なし、ただ剣に身を委ねるのみ。いいよ、大地を埋め尽くす我らが同胞たちの姿を。さあ観念して奇跡の魔法石プリンセスグロート野原城を明け渡すがいい。だが我々も鬼ではない。貴様らと違ってな、姫よ。我らが警備隊隊長、夜明けの騎士と1対1の決闘を行うのだ。貴様が名誉をかけて決闘に臨み勝利をつかんだならば、30分だけ考える時間をやる。よーく考えることだな。夜明けの騎士と決闘だと、バカな。そんなもの罠に決まっている。ウダウダしてる時間はねえ。野原町へ空間転移するぞ。さて、あの魔女はどう出るかな。まあ籠城を選んでも決闘を選んでも、忘れもしない。野原城を訪れた時、一度だけ早くあの石をここに見せなきゃじゃない。ドラゴンの卵も手に入れてやるか。珍しいドラゴンをキジラとしてこき使ってやるのだ。なんだ、何か言いたげだな。ヘンリさん、いや、このようなやり方なんだと。
どこの馬の骨とも知れんみなしごを拾い育ててやった俺の親。お父上には感謝しています。もちろんご家族である奥様やヘンリー様、レイヤー様。しかし、うるさい！剣にしか能がないお前を役立ててやろうというんだ。余計なことは考えず俺に従っていろ。周辺諸国の者は皆強大な力を持つドラゴンにいつ自分たちの町を焼かれた。だからこそ銀のフクロウの呼び声に応え、これほどの大軍が集まったんだ。それに奇跡を起こすという魔法石プリンセスグローが手、宇治の病に伏せる親父も良くなるかもしれない。レイヤは愛する父の回復を願い、毎日星に祈りを捧げ、傲慢な妖精どもは額を床にこすりつけて頼み込んだとて我らに手を差し伸べてくれはしない。ならばこうするしかないだろうが。そうか。わざと手を抜くような真似はするなよ。必ず決闘に勝利。我々人間と親父、そしてレイヤの幸せを願うな。もう引き返せないのか。More ramen, please. てる場合か。こっちの気も知らねえで行くぞ。お前たちおいですか、マレノア様。というのにどこで油を売っていた若者。ああ、申し訳ありません、マレノア様。宇大将リリア、敵に不覚を取り長谷三流の場を遅れました。言い訳など聞きたくない。王宮クロエ兵のスレイを締め。お許しください、マレノア様。いや、
作品歌声と正反対の声を秘めさまなの。言ったろ、心配なのは俺の耳の口色の方だって。ああ、音がうるさかったか。よしよし、いい子だ。せっかく共に昼寝をしようとしていたのに、役立たずどものせいで台無しだ。なあ、マルウス。マルウス、王子の名前だ。茨の国の王にふさわしい響きだろう。確かに良い響きですか。王子とは、この卵の中で育っているのは絶対に王子だ。レバーンによく似た美しいオスが生まれるに違いない。信じられない。僕は若様の命令の瞬間に立ち去っている。ん、誰だその小わっぱどもは。マリミン、人間か。睨まれただけで尻尾がプルッとしてるぞ。人間ですが、彼らは敵ではありません。今回の遠征中に出会ったのですが、我が隊員よく尽くしてくれました。お初にお目にかかります。セレク・ジグモルトと申します。シルバーと申します。殿下。許しもなくその口を開く人間ども、私の目を見るなど不敬の極み。ざまずくがいい。銀のフクロウの狩猟の声が聞いていたでしょう。おお、先ほどの騒音があの人間の仕業か。イノシシの鳴き声かと思ったぞ。耳障りがかなわない。あと時間ときて銀のフクロウどもが城へ攻め入ってまいります。この城に残っている兵はあれほどの大軍を退けることは難しい。大変無念でございますが、今は対局を選択すべきかと。要塞も魔宝石も我らの誇りですが、およつきの命に比べれば砂漠のもの。姫、ご決断を。引けと申したか。この私が負けると、お前でなければ炎を一吹きして灰にしていたところだぞ、リリア。奴らの狙いは私の杖に使われている魔法石プリンセスのロン、そしてこの卵だろう。人間不全が私に血統を申し込むと、弱く愚か愚か、人間どもはよほど滅ぼされたいと言う。ならば望み通り食らわせてやろう。裁きのイカズチをな。お待ちください。あの小さな男が何の策もなしに一対一で決闘などと言い出すわけがない。くだらん。芸生の策略など蹴散らしてくれよ。ああ、もうこのわがまま姫、こんな時くらい真面目に俺の言うことを聞け。ガキの頃城を抜け出して大騒ぎになった時も、女王陛下の杖にいたずらしてぶっ壊した時も、アルバル遠方から呼んだドラゴンとの似合いを台無しにした時もそう。俺がやめとけって言ったことで間違ってたことあったか。毎回毎回女王陛下と元老院のじじいどもに大目玉下ってきただろうが、今回ばかりは選択を間違えれば取り返しがつかない。
お前は私にそんな口を聞くのは久しぶりじゃないか。だが、やめておけと言いながらも、お前が私に手を貸さなかったことは一度もない。笑ってる場合じゃねえんだよ。わかってるんだか。もうお前はやんちゃなおてんば娘じゃない。確かにお前は強い。この国の誰よりもな。万が一ってこともあるだろ。父親、エヴァーもいない今、お前に何かあったら、この子どうなる。母親だからこそ、行くんだ。私が決闘に応じれば、人間どもの注意は私に集中する。その隙をついて、お前たちは卵と共に脱出しろ。何言ってやがる。戦うのは俺たち古代兵の仕事だ。大将殿のおっしゃる通りだ。姫をお守りできず、何が古代兵か。どこもかしこも傷だらけ。そのみすばらしく弱った体でこの私を守る。笑わせるな。足手まといが下がっていると言っているなら、足元をうろちょされては、うっかりお前たちごと焼き払ってしまいそうだからな。ほら、分かったなら受けて、いいえ。なんて乱暴なことしやがる。卵が割れたらどうすんだ。リーナ、バウル、お前たちに勅命を下す。ノバラ城を脱出し、卵を黒輪城へと届け。逆らうことは許さん。さあ、行け。One more for this section. No battle, okay. No room for debate. さあ、行け。そんな命令聞けるわけねえだろ。俺が残る。だからマレモは。しつこいぞ。私は行けと言った。聞こえなかったか。その命令だけは絶対に聞けない。この愚か者。マレモのやつ、自分の卵を抱えてるリーダーに容赦なく攻撃魔法を当ててるんだぞ。ああ、若様の卵が。マルロー様、どうかどうかお心をお静めください。どうする、リリア。ここでその卵の命を散らすか。おやつ様、人間不正だ。私の前に立つな。礼もない。死ぬな。だけど、なんで出てきた。もう見ていられません。お二人はお互いを思い合っているのに、なぜ争わなくてはならないのですか。どうかどうかおやめください。お願いします。人間、姫様、何とぞ右大将殿の進言を聞き届けていただきたく存じます。頼むマレモ。決闘など聞けな。この城を捨てて逃げるんだ。もしエヴァーンもワインも失うことになれば、俺はどうしたらいい。くどいぞ。私はやつに負けはしない。どれだけ数を合わせようが、五段。万が一私が戻らずと、
その子がいる。お前がいなくてこの卵は帰らない。その時はお前が返せ。無茶を言うな。ドラゴンは親の魔力と愛情でしか、真実の愛じゃしか返せないんだぞ。俺には親の愛情なんぞわからん。誰かを愛したことだって、そんな俺にこの卵を返せるわけがねえだろ。私を愛しているだろう。幼い頃に私に求婚したのはいつの間にか。はあ、求婚って200年以上前のガキの頃の話だろうが、なんで今そんな話を。お前はレバーンのことを愛していた。左大将であった我が夫と右大将であるお前が共に過ごした時間は夫婦よりも長い。愛する私たちの教育子をお前が愛さぬわけがない。そうだろう、リリュン。何をバカなことを。おい、マレナ、バカなことを考えるのはやめろ。マルウスはいずれこの茨の風に暮らす妖精を明るく照らす奇星に、そして人間どもにとっては恐れるべき強制となる。体に茨が巻きついて引きずられている。姫様、こんなことはおやめください。姫様！ダメだ！体が茨に押し流される！アレス、私の愛しい子、頼んだぞ、夜の祝福ある。やめろ！ダメだ、行くな！Alright guys, there you have it. We're number 73 was long, so that's what it kind of for the two long videos, but hopefully the next bits won't be as long. But we're technically like 8, we're 9 chapters into the part 5 update for book 7. Not sure how many total chapters there were for this update. I would assume at least probably like, say 69. I can see maybe like at least around 85, maybe 80, but that's only like 10 chapters. And maybe it is a really short one. I don't know. We'll keep our eyes peeled for that one, but that'll be it for this one, you guys. So thank you so much for joining. As always, feel free to share and like the video, subscribe to the channel, drop a comment where you can. Truly helps out and is appreciated. Any sort of questions you guys got on the characters, games, if they're within our power to answer, we will do so. As always, thank you guys. Signing off. Peace out.